皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成ウェブザ滝沢でございます。本日はこちら、ベベン、ボスの最新ワイヤレス WL60 を、ノリと勢いで買ってしまったので皆様にご紹介させていただこうかなという感じでございます。しかし結果から申しますと、結論から申しますと、めっちゃおすすめ、思った以上に良かったです。想像以上におすすめでございます。まあ家でしか使わないとかさ、なんか家で気軽にワイヤレス使いたいとかって、そういうホームユースだったらまたこう別のワイヤレスの方がいいのかなって感じなんですけれども、まずそのライブでガツガツ使いたいっていう人、めっちゃおすすめで、2、3万円くらいの低価格で探しようという方、めっちゃおすすめ。なんか電波干渉とかもなく、その快適にその演奏したいなっていう方、めっちゃおすすめ。そんな感じでございます。その1万円とか1万5千円とか安いワイヤレスあるけどさ、あのもうライブで使う前提だったらもう3万円しちゃうけど、絶対こっち買った方がいい。マジでそのぐらいもう痛烈におすすめでございます。おすすめするポイントはね、もう3つあります。ちょっと順番にお話しさせていただきますと、まず1つ目はね、そのスキャンモードの搭載でございます。スキャンモード、これめっちゃでかい。で、2つ目は大型の LCD ディスプレイの搭載、これもねめっちゃでかい。で、3つ目に関しては、僕みたいにそのアコギとかさ、そのプリアンプがついているピックアップとか、あのアクティブベースとかアクティブギターとか使っている方にとっては結構、深刻な問題、ノイズ。このノイズがどういうわけか WL60 の場合はめっちゃ少ないです。そんな感じの3つのおすすめポイントがあるんで、順番にお話をさせていただこうかなと思います。で、そんなおすすめポイントをバーっとなんかね喋ってるとさ、結構たくさんの方がさ、もっとなんかこう音質とか遅延とか、もっとそういったなんかこうね、話すべきことあるでしょって思ったりするかもしれないんですけども、僕個人的にね、そうね、最近のワイヤレスに関してはね、その音質とかね、あの遅延とかはね、全然気にしなくていいと思ってます。というのもさ、その性能的にいけばさ、この WL60 なんか 2ms とかなんですよ。1000分の2秒ってことですね。相当ないっすよね。相当ないっすよね。で、もうさ、そのね、遅延の大きいワイヤレスにしてもさ、6ミリセックとか8ミリセックなんですけども、その8ミリセックとか6ミリセックってどのくらいの遅延なのよっていう話になると、スピーカーから、耳が1メートル離れるじゃないですか。この時点で、2ミリセックか3ミリセックぐらいの遅延は、もう絶対発生するんですよ。音って意外と遅いんで。だ、これがその例えばその10メートル離れたとするじゃないですか、スピーカーから。そうするともう大体30ミリセックぐらいの遅延はもう発生するんですよ。そうなってくると、なんかこのワイヤレスのせいというよりも、なんか自然の断りじゃないですか。なんか単純にその音速がうんたらかんたらって話になってくると思うんで、僕はもう昨今のね、そのもう10ミリセック以下のワイヤレスに関してはもう遅延とかね一切気にしなくていいと思ってるんです。なんでその辺はね、もうないと思っていただいて大丈夫で、音質の劣化に関してもないと思っていただいて、もうほぼほぼ大丈夫です。それよりも、その電波干渉とかノイズとかの方が僕はね、もう非常に大事なプログラムだと思います。もう月にね、もう何本もライブやってきて、ワイヤレスキットを使ってもうね、50本以上もうたくさんライブやってきてる僕が言うんだから、もうそこはもうぜひ、信用していただければという感じでございます。それよりも、そのスキャンモードとかの方がとてつもなく大事。そんな感じです。画面ドン、これがチュチュバレるわという感じでお見せしながら、やっていこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。物欲が刺激されないように気をつけてくんろうという感じでございます。WL60、箱の外観はこんな感じです。なんか普通にボスの製品って感じですね。後ろの方にいろいろと書いてくれてるんですけども、まあ、さっき言ってたその僕のおすすめポイントはこれですよ。そのオートマティックフォーリーチャンネルスキャニングフォーエフォートレスセットアップ。そしてこれ、Large LCD for Monitoring Channel Selections, Wireless Status, and Battery Life。この大型の LCD、ディスプレイですね。画面によって、チャンネルの番号とか、そのワイヤレス、通信状況とか、電池残量とかが分かるっていう感じ。あと、これ何気に結構大事ですね。Body Park Transmitter works with any guitars or bass and drums for up to 25 hours on 2AA alkaline batteries。2本のアルカリ電池で、送信機は25時間駆動するらしいです。そんなにって感じですよね。25時間駆動。ちなみに受信機の方は炭酸電池2本で10時間駆動するそうです。そんなにって感じですよね。すげえよな。で、これバカッと開けて中を見てみるとこんな感じでございます。段ボールがありまして、これをね、パワッと取り出すと、ペペン WL60 のおなりなんですけれども、これをパカッと開けるとそこには WL60 が、いない、どこに行きましたか、ハリロブロリー。
さっきからここにある、ずっとここにあった。これが受信機、送信機。そしてこれが付属の、高品質ケーブルでございます。このパッケージの後ろにね、このハイクオリティケーブルインクリエイト for connecting transmitter to instrument ってあるんですけども、まあ、送信機と楽器をつなぐためのその高品質ケーブルがついてるよっていう、あの高品質ケーブルでございます。まあ、何が高品質なのか分かりませんけども、まあ、こういう感じで、揃いました。中に単三電池が2本入ってるんで、アダプターがなくてもね、その単三電池を入れてすぐに音を楽しむことができます。ちょっと私は、いつも使っているこのね、充電の単三電池があるので、これを今入れてるんですけども、2本、2本で、楽しむことができるよと。もちろん、アダプターで駆動することもできます。アダプターで駆動するときはパワーサプライ的な役割を果たすので、1回だけ、1個だけ、電源供給をすることができます。ではでは、ブラックスターのスーパーフライに、つないで音を鳴らしていきましょう。このケーブルをブスッと挿すと送信機の電源が入ります。ブスッとな WL60 WL60、これで送信機じゃねえや純子機の、準備が完了で、送信機の方は上の方にこうねスイッチがあるんで、これをパチッと入れていけば、音が出るようになります。いつものビル・ロレンスのビルコさんを使って音を鳴らしていきましょう。さい、ハイクオリティケーブル、ハイクオリティ、ブスッとなプラグ、そしてスイッチオン、チャンオン。そうすると、送信機の方も電源が入りまして、これで音が出るはずでございます。アンプの電源を入れましょう。こんな感じ。音が出ない的なサムスイング。来た。音が出ちゃったぜ、うわーいっていう感じのシステムでございます。ブスッと刺してね、ポチッと入れれば音が出るっていう、もうそんだけのシステムですよ。すごいシンプルっすよね、ほんまね。もうね、音質うんたらかんたら、まあ後でお話しさせていただくので、そのおすすめポイントをまず先にお話しさせてくださいませ。まずおすすめポイント1、スキャンモードの搭載。うわー、受信機の方にこのスキャンというボタンがあります。このスキャンボタンを押すと、どこのチャンネルをチョイスすると電波干渉が一番少ないかを、なんか自動で判別してくれるんです。この、WL60 はその14チャンネルまで管理することができるんですけども、ボタンをポチって押すと1から14までバッと電波状況を見てくれて、その周りの電波をガーッと見て、どこが一番なんかこう電波干渉なく、なんて言うんでしょう、その、まあ、快適にプレイをすることができるかを、スキャンしてくれるんです。やってみましょう。ポチッとな。スキャンって出てきます。そうするとこんな感じでこのゲージがガーッと出てきて、これ1から14まで表してるんですけども、この1である一番左側のゲージがこうズバババって上に上がってるのは、こう単純に送信機の電源が入ってるからです。この電波がここに表されてるんですけども、まあ試しにその送信機を切ってみると、一番左側のゲージがバチコーンとなくなります。で、今スキャンモードが終わって3って現れてるんですけども、今3チャンネルが一番電波干渉少ないんじゃねえのって判断してくれてるんで、このままエンターボタンを押すと3チャンネルに設定をすることができます。で、送信機の方もこのチャンネル切り替えボタンを使って3チャンネル設定すると、わー、音が出た。快適だっていう感じでございます。そんなスキャンモード、このスキャンモードね、めっちゃ大事なんですよ。その周りにさ、その携帯電話とか電子機器とさ、通信機器とかいっぱいあったりとかするじゃないですか。で、その時にそのね、なんだろうな、その使われてないところをチョイスするっていうのがすげえ大事なんです。試しにちょっとこう隣に X5 を置いて電源入れてみますと、ここら辺めちゃめちゃ今ゲージがブリブリブリって上がったの分かりますでしょうか。X5 に関してはこの9とか10とかにめちゃめちゃ干渉するんで、もしこの辺をチョイスしてしまうと、音が電波干渉してしまうと、おせえ、なんかこのゲージが今ちょっといろいろ触れてますね。今一応音出てるけれども、こんな感じにその電波干渉してしまう恐れがあるから、この9チャンネルは避けた方が良さそうでしょう。そんな感じでこのスキャンをすることで、そのね、電波の状況をガーッと見て、どこの帯域が一番使われてないかなっていうのをチョイスすることができるんですよ。これね、本当ね、2、3枚のね、低価格ワイヤレスにこの機能がついてるって結構やばいっすよ。
こういうこのスキャニング機能がついているワイヤレスってもっとこうね上のこのハイエンドクラスだったりとかするんですけども、3万円でこの機能ついてるってマジやばいですからね。X5 とかだとこのね全部で4チャンネル管理することができるんですけども、もちろんその4チャンネルの中のどこのチャンネルがね一番電波干渉少ないかを判別するもので全然ついてないんですよ。だからとりあえずバーッと使ってみて、なんかこう電波状況悪かったら切り替えて、悪かったら切り替えてっていう感じで、その本番とかで蓋開けてみたら全然悪いじゃねえかドッカーンっていうのもあったりとかするわけなんですが、これはもうね本番前に一回ポチッとスキャンすればいいだけですからね、めちゃめちゃ便利っていうのがもう分かっていただけるかと思います。もう僕がもうここ、これ、もうこれがあるだけでも、もうおすすめ、もうこれかえって言いたいぐらいの、もう超重要ポイントです。それがまあ第一のそのスキャンモードという感じでございます。スキャンボタンを押して電波の通信状況をわーっと探って、干渉少ないところチャンネルを選ぶことができるっていう感じ。言葉で言えばそんだけだけども、もうめちゃめちゃ大事。で、二つ目のおすすめポイントとしては、大型 LCD ディスプレイつって、まあ LCD のディスプレイだからね、LCD でいいんですけどね、LCD、大型 LCD でございます。この大型 LCD があることによって、その電波状況とか電池残量とかを目視で確認をすることができます。順番に行きましょう。この右側の、このゲージ見てください。このゲージ。これ、オーディオフリケンシーって言って、その電波通信状況なんですけれども、送信機の電源が入ってないと、もちろんゼロなんですよ。その全然その受信できないんで、データを。で、送信機の方電源を入れますと、ベッと、ゲージが上がります。これも今、すごい最適ですね。もう、全開で電波を受信することができております。このトランスミーター、送信機が遠くに行っちゃったりとか、なんか曖昧に障害物があったりとかすると、このメーターがどんどん下がってくるんです。さっきちょっとやったみたいに、この X5 とか Q とか、この辺の帯域なんで、この辺に合わせると、すごい電波干渉が起こってしまって、なんかゲージがちょっと触れてきて、あ、こんな感じで、これまでちょっと電波が今弱くなりましたね。うわーっつって、なんかすごいめちゃめちゃ変な電波入ってきてるぞとか、なんか電波受信が良くないぞみたいな感じで、こんな感じで干渉が起こってしまうんです。なんでこれが起こってるってことは、そのチャンネルを切り替える必要がある、もしくはそのトランスミッターを近づける必要がある、もしくはその間の障害物とかをそのね、どける必要があるみたいな感じで、その通信状況を改善するヒントになったりとかするんです。で、左上のこのゲージに関しては、これはまあ、携帯電話の電池残量とかと一緒ですね。これがなくなってきたら、電池を変えるか、それともまあ電池を充電するかしてくださいねっていう感じです。で、もう一つ。このね、空きスペースにですね、音を鳴らすと、ここ、今、出てきた。音を鳴らすと、この SIG っていう、シグナルっていう表示が出てきます。この表示、ここに表示が出てると、音をちゃんと受信してますよ、音今受け取ってますよっていう意味合いになるんです。これね、トラブった時とかにね、こういうのをね、すげえ大事なヒントになるんですよ。よくあるんですけど、セッティング全部済ますじゃないですか。で、セッティング全部済まして、ね、もうこれで音出ますよ、全部バッチリですよ、いけるはずですよっていう状態なんだけれども、本番前に、あれ、音出ない。あれちょ、俺、これで音出てるはずなんだけど、あれなんで出ないんだ、なんで出ないんだっていうのをね、意外とね、結構あるんです。本当に、びっくりするものなんですけども、本当、ライブは魔物とか言ったりとかしますけどね、本当ね、結構そういうトラブルね、マジでよくあるんですよ。で、その時にね、こういうヒントがあるとね、すげえ助かるんです。このガーッと鳴らした時に、音出てるはずなんだけれども、ここに表示がされてないっていうことは、この受信機よりもこっち側に問題があるっていうことだから、その送信機のチャンネルとか、このね、接続状況とか確認するっていう感じのヒントになるじゃないですか。で、逆に、音を鳴らした時にここに表示が出てるってことは、音が送信機、受信機までは行ってるはずだから、こっから先に問題があるはずっていう感じで、その原因を探る上の重大なヒントになるんです。こういうのがね、あるとないとではね、トラブった時にすげえ、対応の仕方が変わったりとかするんで、こういう細かい気配りね、すごい嬉しい限りでございます。そんな感じで、この大型の LCD があることによって、オーディオフリケンシー、電波の通信状況、電池の残量、そしてこの音が出てるかどうかの判断材料、こういったものが、ね、確認できるんで、素晴らしいねっていう感じでございます。で、3つ目に関して、これはね、あんまりこういうパッシブの楽器を使っている方にとってあんまり関係ないかもしれません。僕はね、アコギだとさ、このいわゆるその LR バックスのアンセムとか、使ってるんですけども、こういうプリアンプがついてるそのピックアップとか、アクティブピックアップを使ってる人にとっては結構大事な問題
かと思います。それ何かっていうと、そのノイズを拾わないっていうことなんですよ。ちょっとこのね、一回そのノイズって何って感じだと思うんで、一回このノイズを聞いていただきたい。 X5 を普通にこの LR バックスのアンセムに接続をしてみます。そうするとね、あのこのなんだろうな、この送信機とかとなんか干渉するのか分かんないんですけども、なんかプリアンプ側とね、めちゃめちゃこう干渉してね、ノイズをね発するときがあるんです。なんかピーって電波発するときがあるんです。ちょっと聞いてください。あ、来ました。これ、これ。これどこで反応するのか分かんないんですけども、意外とね、よくあるんですよ。この音。なんか経験ある方いらっしゃいませんか？多分パッシブのギターとかパッシブのベースだとこれはね全然関係ないというかね、あんまり気にしなくていい問題かと思いますけど、こんな感じでそのアンセムとか使っている方にとってはね結構死活問題です。だってこんな音ねライブ中にしてたらね結構まずいっすよね。こんな感じで、これが X5 の時のノイズなんですけども、どういうわけかこの WL60 の時はやたらに少ないです。ちょっと接続をしちゃってみましょう。ペッといって送信ができます。でこれで今音が出てる状態なんですけども、トランスミッターを近づけても、音が鳴らないと。ちょハウリングを、こんな感じ。すいません、この人はコンデンサマイクやってるもんで、すごいめちゃめちゃハウリングが起こって、ちょごめんなさい、ちょっとびっくりさせちゃったら大変に申し訳ないです。まあそんな感じでこのね、電波干渉とかそういったものは全然ないよねっていうことをお伝えしたかったんです。こんな感じでこのノイズがめちゃめちゃ少ないっていうのが3つ目のおすすめポイントという感じでございます。もう僕はねその基本的にアコギで今 LR バックスのアンセムを使っているんですけども、なんかこのノイズが少ないっていうメリットもあって、なんかこれからメインのワイヤレスはこの WL60 なんじゃねえのかなっていう感じでございます。そんな感じ、3つおすすめポイントを紹介させていただきましたけども、どうでしょうか。でここからねまたこの WL60 の面白い機能を紹介させていただこうかなと思うんですけれども、それは何かと申しますと、このケーブルトーンというボタンを使って、このケーブルを使った時の音の劣化をシミュレートすることができるという機能でございます。このシミュレート機能をオフにしたモードと、短いケーブルを使った場合のショートモードと、長いケーブルを使った場合のロングモードっていうこの3つのモードがあるんですけども、これがねちょっと面白いんでね紹介させていただこうかなと思います。ちょっと一回こんな感じでルーパー接続して音を鳴らしましょう。こんな感じ。でこれ今ねそのねケーブルシミュレートがオフの状態ですね。そうすると結構ねそのね音がねバキバキというかね結構ねそのねハイファイな感じがするんですよ。一応まあそのボスのホームページだと、そのワイヤレスの音の特徴としてこのハイが効きすぎるというかね、その音が硬くなってしまいがちっていう、なんかそういうこの書き方をされているんですけれども、まあ聞いてみるとバキバキ、このピエゾピックアップみたいな感じの雰囲気があるかと思います。でこのケーブルをそのショートモードにするとちょっと丸みが入ります。ハイが落ちる。こんな感じでハイが落ちることによって、そのデジタル臭さが消えるねみたいな感じのモードです。ちょっとロングモードもいってみましょう。ケーブルを長いケーブルを使った場合のシミュレート、結構丸く、音が丸くなる感じですよね。もう一回ちょっとオフ書いてみましょうか。オフ、ハイファイ、一応このショートモードだと5メートルぐらいのケーブルを使った時のシミュレート、ロングモードだと10メートルぐらいのケーブルを使った時のシミュレートっていう話なんですけども、まあ、ちょっくら私が持ってるケーブルの中で一番長いものっていうとこのカナレの5メートルになってしまうので、ちょっとこの5メートルを使ってもちょっと音を聞いてみましょうか。このズームのルーパーから直接アンプの方に行きます。この WL60 を使わずにズームのルーパーからそのままアンプに行って、カナレの5メートルの音を聞いてみましょうか。
この、WL60 をそのままつなぎますと、これ今オフのモード。で、ショートモード。ロングモード。やっぱりこのオフとショートのこのね中間みたいな感じの音がしますよね。なんかロングまで行っちゃうとちょっと音がねそのねモコモコしすぎじゃねえかって感じですけども、これまたかなりの5メートルの音です。かなりの5メートル。まあ、こんな感じでそのケーブルを使った場合の中こうねちょっと音が劣化していくようなシミュレートモードもついているよという感じでございます。これはまあいい悪いじゃなくてなんかどの音でプレイしたいかって感じですよね。結構好みになってくるかと思うので一概にこれがいいっていう感じじゃないんですけども、面白い機能かと思います。まあ僕だったら普通にこのずっとショートで使っていくかなと思うんですけども、少しこのパリパリさせたいときはオフ、もう少しこう柔らかくしたいときにはロングモード、そんな感じで使い分けて面白いんじゃないかなという感じでございました。それではまあ以上が今回のその WL60 の機能のすべてでございます。さっきも言いました通り本当ね、ライブで使う前提だったらもう全然2019年に関してのその低価格ワイヤレスだったらもうほぼほぼこれ一択なんじゃないのかなって感じでございます。3つのね、そのおすすめポイントもお話しさせていただいて、実際、このケーブルトーンとかね、使って音を聞いていただきました。どうだったでしょうか？普通に物欲めっちゃ刺激されたかと思います。まあ、世の中にいろんなワイヤレスがあって、これからも新しいワイヤレスがたくさん出てくると思うんですけれども、とりあえずまあ僕がね、いろいろこう、ライブとかもたくさんやってきて、まあ、いくつかワイヤレスをね、触ることもあって、いろいろ試してきた中で、こんだけコスパよく、こんだけハイクオリティな音を出せるワイヤレスっていうのは多分ね、これがもう、初なんじゃねえかなっていう感じでございます。そのくらいもうめちゃめちゃおすすめでございますので、もしよければ、検討してみていただければという感じです。もし楽器屋さんとかで見かけることがあったら、いろいろ試してみてくださいませ。それでは長い動画になりましたけども、また以上でございます。また違うところでお会いしましょう。さようなら、バイバイ。